皆さんこんにちは、節田梨です。今回はプロスピエースの今やってるセレクションガチャ、この10連、セレクションカーニバル購入が3回、6回、9回でプロスピセレクション1人確定で、今1113エナジーがあるんで、まあ3回引いてみて、3回目でも確定ですからね。うん、確定なんで、はい、ちょっと引いてみたいと思います。もう完全にハマってるじゃないですか、プロスピいや、コツ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 このエナジーを貯めてたっすよ。この間出た妖怪のあのゲームも、はい、妖怪のイベントもやつは何が出た、進めて、はい、S チケットをもらって、はいはい、間違って朝寝ぼけて引いてしまって中日の柳投手でした。めちゃくちゃすごくないですか。いいですか。いや、めちゃくちゃいいですよ。いい当たり。いや、しかも変化球もいいし、使い勝手もいい。あ、よかった。全然知識がないのでえって感じですけど、セリーグの知識のこのなさが、はい、まあ、いいピッチャーっていうのは知ってましたけど、ね。はい、ではちょっと今日これ引いてみたいと思います。リアクションでなんか A 確定とか、あ、そうですね、あるんですよね。あります。っていうか、はい、息子さんは紹介したくていいですか。あ、これうちの Z です今6ヶ月もう完全にゲームよりもカメラに向いてでちょっと引いてみたいと思います。いいですか。いきましょう。はい、10連1回目どうすか。月がないですね。月、流れ星もなし。なし。幸子、なし。なし。調子くん、何色ですか。白です。白、白。あ、白ですね。あ、炎が緑、足が、あ、ボールが赤でした。お、お、上行った。上、あ、なんかあれ、ありました。こっち見せてもらっていいですか。どうなったんです。いや、なんか一瞬でいなくなっちゃいました。あ、 A、 服。お、服系と。お、お、お、あれ、あ、来た。おお、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 すごい。 S の平野。すごくないですか、普通に。え、ってことはこれはもう S で1回出たから2枚確定ですよ。だからもう3回目のあれで確定なんで、もうこのガチャ 3回、ね、30連したら S2 枚確定です。とめっちゃ運いいですね。てか順調に強化されてますよ。ポジションかぶってなくないですか。そうです。前回も S の柳投手で、今回は抑えの平野。めっちゃいいですよ。良いですね。あれ、あれ、あ、でもこれ どういうことですか、これ。いやいや、購入3回目が確定なんで。ですよね、はい、でもなんかそう、なんで購入1回目一番最後にすごいのが来るわけじゃないんですね。そうです、そうです。ああ、そういうことね。そうなんですよ。じゃあまあまあまあ1回目めちゃめちゃいいですよね。ただ今平野選手 A も出たんで、はい、だからあの強化できますよ。覚醒1個覚醒、はいはいはい、はい、じゃあ自然と強くできる。もうこれ平野さんもう抑え確定じゃないですか。確定です。チームセット、はい、ちょっとじゃあもう2回見ちゃいます。いいですか。はいはい。で、これが、あ、また星も何もなし。あ、調子くんも普通、普通。赤、え、何もなし。さっきと一緒。あ、さっきと一緒。あ、当たんなかった。これはちょっと期待薄かな。期待薄のパターンですか、はい。全く出ないわけではないですよね。いや、そう、うん、まあ可能性が、ね、まあ、まだ素敵じゃないです。今何枚目ですか。5枚目、6、7、8、9。おっ、あー、いいな。あー、まあまあまあこんなもんでしょうね。ちょっとここでチビが退場します。チビが退場します。お父さんがゲームに夢中なんで、はい、よし、そ、ここですね。ここですね。ここ3回目で、ね、これ自チームの選手ではないですよ。これ自チームではないですね。じゃないですね。僕もさっきやりましたけど、僕は山川選手が出たんで。じゃあ3回目、3回目もうこれ確定ですからね。2枚
って可能性もある。2枚の可能性もある。ただ1枚は必ずこの12人の中の1人です、はい、これ画面変えていいですか1回。お持ちます。いや、被らないところがいいです。だ今こんな感じなんで、ライト、はい、ファースト、サード、キャッチャーが S じゃないんで、おでピッチャーは、まあ、ピッチャー先発でもいいですね。抑えが出たから、うんうん、ピッチャーの先発か、うん、野手はライト、うん、ファースト、サード、キャッチャー、うん、が出たらもう。かぶりもないんで。そうですね、はい、じゃあちょっと行ってみます、はい、最後3回目はい。お、レインボー、まあ、流れ星月、まあ、まだこれはでも、あ、確定か。そう、そう、だから確定だね。じゃあ別に関係ない。もう先生覚えてるじゃないですか。お、なんか出ました今。これだってあれですよ、確か 2枚とか、ね、違う、全ちゃん曰く、はい、あれです。なんか出ましたよ、ね、幸子が出たら確か、はい、持ってない自チームの選手確定。しかもレインボーなんで、多分出てくる選手は自チーム、自チームのあの人じゃないかなっていう、はい、まあ見てみましょう。ただ今レインボーエースもたくさん出てましたよ、はい、2枚の可能性ありますよね。え、はい、あ、なんか出たよ、なんか顔が、はい、3 4 5ロング、原口、阪神原口選手、キャッチャー出ましたね、はい、あとは自チームの人、自チームが多分10枚目に幸子が出たってことは出てくるってことは8 9 9、はい、いきますよ、はい、はい、おお、アキラ出ました。かぶりなし、かぶりなしです。え、レフト、ライト、どっちなんでしょう。そこ出てきます。入れますか。はい。多分右か左かに多分出てくると。お、レフト。お。はいはいはい。かぶりなし。じゃあ、え、ってことは外野。外野は。そうですか、ソフトバンク。そうです。あ、でもあれがライトがいないんじゃないですか。あれ、長谷川選手は。え。あ。長谷川がレフトに入ってました。中村選手もレフト。レフト。かぶりましたね。どうなんですか、ダメですね。これはもうポジション的な。これはセッツさんのあれです、はい、あの。中村選手と長谷川選手、どっちが好きかですよ。いや、でもライトに入れることもいいんですよ。ただ、あのポジションがまたこれ、決まってるんですよ。あの覚醒してあげないと、サブポジションっていうのが出てきて。うわ、じゃあ時間がかかると。かかる。これだからレフトどっちに入れますか。育ってるんで、とりあえずこっちを入れておきます。気持ち的にはどっちですか。気持ち的にはどっちでもどっちでもいいですけどね、別に、はい、両方いい、いい選手、いい、あの優しい2人なんで。優しさなんですね。そうです、セッターの基準は、はい、優しさです、スタメンは。あ、でもだいぶいいんじゃないですか。これだいぶ、これで抑えにこれを入れて、平野選手、まったまった、キャッチャーに原口選手、そうですね、あ、こっちが、よし、キャッチャー、全盛期の原口選手ですからね。あ、そのあれもあるんですよね、はい、強い時期みたいなね、はい、もうだいぶ強くなったんじゃないですか、これはもう S いっぱい増えてきましたよ。で、ピッチャーは、でだって先発柳選手、はい、中継ぎ手が増えてましたっけ。いないんですよ、まだ A しか。で、抑えにでも平野選手が入ったんで、もうだいぶどうですか、このっていうか、一つめっちゃ神引きっすよ、この間から。ですよね、始めてからもめっちゃ神引きですし、そのチケットでもいいの引いてるし、正直もっと微妙な選手ばっか出てきます。微妙って言い方も言い方が悪いですけど、言い方が悪いですけど、もういや S とかじゃない、いや S だけど、あ、能力的には低いみたいな、レギュラーだけみたいな選手とか、ああ、そのパターンの S があるんですね、はい、じゃあだいぶ、しかもこんだけソフトバンクに偏るのなかなかないと思うんですよ。へえー、じゃあだいぶ運がいいんですね。いや、だいぶ、だってもう 4人ですよね。4人います、もう。だいぶですよ、長谷川、中村、柳田、今宮、
はい、4人います。4人、はい、ちょっと今度リアルタイム対戦してみます。人とね、はい、やってみます。どうやってやるのかわかんないですけど、じゃあちょっとボスレッチしましょうか。わかりました、はい、ということで、今回は、プロ野球スピリッツエースの、ガチャガチャを引いてみました。ご視聴ありがとうございました。